はい、皆さんはバチャミヤチユキです。それでは今日もポケットモンスターサンムーンの特別体験版ですね、実況プレイやっていきます。取引の人と見送りの人か。あと、もういよいよですからね、発売が。ここだっけ。今回一人立ち打ちできるのだろうか。君、待ちたまえ。タレコミによると今日ここで恐ろしい取引が行われるらしいんだ。一人では不安だったが君と一緒なら取引を食い止められるかもしれない。誰か来たぞ。誰にもつけられていないだろうな。はあはあ、ああ、早く例のものを。ああ、ごくり。一体どんな恐ろしい取引なんだ。ヤドンだ。どやんどややん。はっ、ヤドの尻尾はマニアの間では高値で取引されると言われている。奴らヤドの尻尾を闇のルートで売りさばくつもりか。はあ、あなたのヤドの尻尾。なんとキュートでプリプリで愛らしい。むふ、そちらのヤドもとびっきりの可愛さですぞ。どやん。はあ、素晴らしい。何なんだこれ。なんというか別の意味で恐ろしい取引だったね。世の中には知らなくていい世界がたくさんあるんだな。あ、これで終わり？あ、終わりなんだ。で、あとはこの人か。何日後だっけ？この人か。あと6日で私、船に乗らなきゃいけないの。でも船は怖いからちょっと不安なの。その日お見送りしてほしいな。どうだろう。そっか、仕方ないよね。ん？イベント発生です。あら、3じゃないの。さっきまでブティックでバーゲンセールやってたの。あれもこれもって全部買ったらブティックお休みになっちゃった。荷物が届いたら一緒に片付けてね。うん。ニャースに手伝ってもらうと爪で引っかくんですもの。いや、ニャースいいね。子供は元気が一番。好きなだけ遊んでらっしゃいな。なんだこの今のちょっとしたイベント。この会話イベントなかったですけどね、今まではね。で、ここは通れないもんね。届いたらっていうか、そっか、まだ家にそもそもね、行けないからね。まあ当たり前なんですけど、体験版なんで。うん、ここにいるもんね。ほんと怪力がすごいよな。この操作がいまだに慣れない。うん。で、誕生日もお祝いしたしね。ピカリンちゃん。ピカチュウ。はい、ということで、はい、今度こそ終わりたいと思います。ありがとうございました。宮地ゆきでした。